これからね、ヨガクラスに行ってきます。じゃあ、はい、ヨガクラスから帰ってきました。今日はこのあと1時間後に、ランゲージのね時の先生と、まあ、クラスメートとねご飯があるので、ちょっとシャワーを浴びてご飯に行きたいと思います。ね、はい、今からね、学校で待ち合わせなので今学校へ向かっております。というかね、学校で待ち合わせる意味がよくわかんないんだけどね。結局車で移動するんだから、ちょっとそこら辺が残念な感じです。まあいいや。What are you doing? Just, I'm recording. Why? Hi. Are you here? Yeah. Why? Not me. You don't look. Oh my god. You look so different. Today is a day of misunderstanding. We have to go that way. Yeah. No? Yeah, but this way. With exits there? Yeah, perfect. Have you come here? No. Green.6時から帰ってきました。いやーね、いい時間を過ごせました。やっぱりね、うん、ランゲージは先生との距離が近くていいですね。はい、でですね、まあ今日はそんなね話すことがないんですけど、ちょっとね面白いものを買ったので紹介したいと思います。それはね、こちらですね。こちら見えますか？アップルペンシルを入れるものです。はい。価格はね、20ドルぐらい、2000円ぐらい、こんな感じかな。で、早速ね、開けていきましょう。なんだ？これが、ちょっと待ってね。ほっ！これ日本でも売ってるかわからないんですが、こんな感じ、なんかまあ典型的なペンケース的な感じですね。でこれがね素晴らしいのは、ちょっと見てほしいんですが、これ白で見にくいかもしれないんですが、ここね、ここのほら開くんですよ。開くと、まあ、ペン先ってチップとかがね入れれる場所がある。でですね、まあこの上蓋はラバーでできてて、滑らないようになってます。でペン、はい、こちらね、アップルペンシルがあって、まあジャストフィットですよ。でまあ使ってる時はね結構よく転がるじゃないですか。なので、おこれマグネット、ほらこれも素晴らしいね。で使ってるところは、使ってる時はこうやってね立てることができる。ですぐこう書くみたいな。これ結構いいかも。うん、まあ、2000円って、まあ、筆箱に2000円ってどうなのかな。国用とかって800円とか、まあ高いね、高いけど、これ一緒にペンに入れとくとね、普通のペンと入れとくとなんか傷になるでしょ。
だからこういうのがあると結構便利かも。うん、まあチップは使えるかっていうとそんな買えないんで微妙ですけど、ちゃんと蓋もあるしね、結構おしゃれになると思います。うん、結構個人的に好きですね。ただこれ置いたら、そっか、ダメだけど、置いたら充電できるとか、なんかこれしまっとくと充電できるとかあればよかったね。うん、ここにね、なんかバッテリー入れてこうちょんって、 iPod じゃない、 iPhone から充電できるんだから、そんな大きなバッテリーいらないと思うんですよね。なのでちっちゃいバッテリーでね、こうつなげれば充電できるみたいなことができればよかったなとは思います。まあ価格的に20ドルなんで、多分そういうのつけたら50ドルとかになって誰も買わなくなっちゃうんで、まあこれでいいのかなとは思うんですが、いかがでしょうかということです。まあこれね、多分このブランドは多分 Apple Store で扱ってると思うので、日本でも買えるのかなと思ったりなんかします。韓国語、中国語、うん、JP って書いて、ジャパンって書いてあるから見えないと思うけど、アップルペンシルケースって書いてあるから、ぜひね、Apple Store とか、多分 Amazon でも買えるかな、わかんないけど、チェックしてみてはいかがでしょうか、という感じです。